日本全国のまだまだ滑り足りない皆様、こんにちは、内科具チャンネルです。暖冬で幸先の悪い今シーズンでしたが、本日湯沢の半数のスキー場が営業終了。ここ苗場スキー場も3月31日で第3高速リフトが営業終了しました。2月の悲劇から大逆転の苗場でしたが、明日からさらに縮小営業で4月7日終了。各スキー場、中頑張ったと思います。3月まで完走できただけでも優勝です。このチャンネルを登録しておけば、苗場神楽のゲレンデ状況が丸わかり。どうぞ最後までご覧になってください。土日はどこのスキー場も濃霧でしたが、苗場はホテル前が晴れておりました。今年散々お世話になった第3高速、乗り納めにふさわしいシャバ雪です。2月の悲劇に比べればまだ雪あります。ホテル前もなんだかんだ乾燥できそう。公式発表によると明日以降の運行は、ゴンドラと竹の子平と5校の縮小営業。安心してください。大斜面は絶好調です。朝一圧雪されてたし、まだ雪は十分。シャバ雪でコブになりやすいので、上級者専用ってことになってました。しかし苗場はいい感じのザラメです。神楽はまだ少し硬いので苗場が良い。第5高速リフト側はこんな感じ。一部穴が開いてたけど、まだ大丈夫です。日が差して若干ストップ雪でしたが、意外と雪の表面は汚れてなかったです。コブは地面が出ていたのでもう無理か、大斜面に作って遊んでください。竹の子平はまだまだ雪は絶好調です。来週はこっちがメインゲレンデかな。土日は午前ずっとノームで残念でしたが、晴れたらこの景色堪能するだけで優勝。そういえばツンツンチェック、しばらくしてなかったですね。なんということでしょう、見事なシャバパウが仕上がってました。さて、今シーズン最後かもしれない竹の子山の景色をお届けします。午後に晴れる予報でしたので、2時半まで粘ったらこの絶景でした。苗場スキー場なのに竹の子山です。苗場さんはさらに奥のテーブルマウンテン。山の上だけ晴れて、下界には雲海が広がっておりました。ゲートも開いてたので、竹の子山オープンバーンを食べに行きます。結構雪がもろくなっていたので、下手したら前走雪崩が起きそうですが、多分来週末は開けてくれなさそう。ゴロマより営業期間が短い竹の子山です。いい感じにザラメパウダーなので、見た感じより滑りやすかったですよ。大斜面を滑るのと相対差ないです。春の竹の子狩り最高かよ。今シーズン滑れなかった人は、また来シーズンに期待していてください。さて、神楽スキー場の状況ですが、ザラメ雪までもう少しといった感じ。土日は気温上昇したけど天気が悪く、まだ腐りかけのシャバ雪って感じです。標高的には先ほどの竹の子山とゴロマ終点が同じくらいなので、あとは日射量ですかね。来週氷点下まで行く日もありそうで、ザラメになるのを期待したいところです。三股は苗場ホテル前と同等のシャバ雪でした。神楽ファーストトラックだとジャガイモゴロゴロでしたが、もっと気温上がればジャガイモ畑は回避できるかと思います。早々、まさかの土日に田代運休、ロープウェイ整備でお休みでしたが、整備完了したらしいので、来週は田代で滑るのが良さそうです。パウダーないのに土日朝から大混雑の神楽三股エリアでした。
さて、3月終了のスキー場が多かった湯沢エリアですが、まだ滑れるのは我らが苗場神楽と湯沢高原、神立、ガーラ、石内、丸山、この6スキー場になります。ここで来週の天気予報を見ていくと、水曜夜から金曜朝にかけて雨予報、それ以外は強風運休とか大丈夫そう。先日の雨でだいぶ溶けてしまったので、今週の雨での融雪が特に心配です。まだまだ滑り足りないそこのあなた、チャンネル登録して情報をお待ちください。そうそう、苗場に来たらぜひ食べたいアゼリアのランチビュッフェ、何度も紹介してるけど1500円で食べ放題は破格です。今日は2週間ぶりの贅沢してたら、リスナーさんからスイーツの差し入れ、どうもごちそうさまでした。本日お声がけいただいた皆様もありがとう。もし少しでも情報お役立ちでしたら、応援いただけると嬉しい限りです。